ね、なんかか、勘って話がちょ、すみません、ちょっと、勘っていう話があったと思うんですけど、前に、要は、意識に上っていない情報でも、なんか脳の中に入ってるみたいな研究があって、なんかこう、サブミリナルじゃないですけど、なんかこう、一瞬見えてるか見えてないか、視覚本人はできてないけれども、どっちの色だったでしょうかみたいなところで、わからないんだけれども、適当に答えたら、なんか、見えてないけども、なんか正答率が上がるみたいな研究がやっぱあるんですね。うん。ってことは、やっぱなんか自分では感じ取ってないものだけれども、なんか無意識で感じ取っていける要素っていうところが、まあ、脳の領域でもあるらしいんですよ。まあ、意識が働くっていうのは、まあ、必須性の要素なんだけども、大脳基底核とかその辺に感覚がこう行くところがあるらしくてですね。なんかまあ、その辺のところら辺が、なんか、こう無意識に何かこう人をこう、に魅力をこう与えるとか、なんかこう勘が鋭いとか、そういうふうな部分に、まあ、なる要素があるのかなと思うと、それはそれに関してはもしかしたら後天的に得れない部分でもあるのかなっていうふうにちょっと思う部分があるんですね。まあ、ちょっとそこが後天的に得れるかどうか分かんないんですけど、明らかに資質とはちょっと違う要素が、まあ、ある。うん、で、それはちょっと学習的な要素なのかどうかっていうのはちょっとわからないけど、なんかこう無意識になんかそういうふうに、こう、相手にも影響を与えられるし、自分の判断的にもなんか影響を与えられるみたいな部分も、まあ、そこはもうちょっと、持ち味というか、その個性みたいな部分なんかあるのかなっていうふうに思ってしまう。そういうちょっと関思い係まになっしてた。くると、結局、類は友を呼ぶ的に、だんだんどんどんそういった。コミュニティ、あ、そういった人間が集まって、どんどんこう、だから、今は、昔の芸術界とかのあったサロンみたいな感じで、同じ感性を持った人たちが集まって、みたいな、本当に、今のオンラインのお金儲けのサロンじゃなくって そういっそうた、でね、同じ音楽家たちが集まって、ウィーンに集まってとか、画家がパリに集まってみたいな感じで、その刺激し合えるわけ。同じような感じで、そういったことの人間的な魅力だったりとか、いろんなものを築ける感度が高い人同士が集まっていくと、それで相互作用が生まれやすい。すね。だからその柔道の、人を増やそうというふうな観点ではなくて、なんか、その増やすんではなくて、なんかこう集まっていくみたいな部分が、まあ結構大事だっていうふうにですね。だからもう結果集まるっていうふうなことですよね。なんかこう、なんだっけな、未来ロケットの話だとか、ちょっと名前がわからなくなっちゃったんですけど、要は、いいものを作るっていうことと、あと、ある程度なものを作って、壊れないものを作るっていうことが、要は信頼になると。だけれども、それが生産性があるかって思うと、いやいや、ある程度5年だったら5年ぐらいで壊れて買い替えた方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、現代の、まあ、仕組みなんだけれども、いや、そうじゃないと。なんかこう、信頼されるものを作ることによって、壊れないものを作るってなってくると、それに寄っていきたい人たちが増えてくれば、まあ、それが、まあ、売り上げじゃないですけど、売り上げにつながる。っていうような形で、やっぱ、なんかこう、うん、なんかこう、数をこう得るために数を増やすっていうよりも、数ではなくて何かいいものをしたいとかっていうふうなことで結果数が増えるみたいなところが多分成功する要素なのかなっていうふうに聞いてて思ったんですね。まあ、結果数が増えると、あとも絆が強まる的な。そうですね。そこのベースにもしかしたら人間力っていうところがある程度なんか似通った要素っていうのがまあ含まれてくれば人間力を鍛えていくとまあパフォーマンスが上がっていくっていうふうなこととまあ何かこうまあ環境も含めですけどねパフォーマンスを上げられる環境も作れるまあチームを作れるみたいな形になる。